マイブームみたいなってありますか？家の壁紙張り替えるの楽しいです。そんな頻繁にやることじゃないと思ったんですけど。頻繁にやってますね。あ、そうなんですか。結構アメコミが好きなんで、アメコミのものに変えて、シーンとしてんのにうるさいっていう。あ、なるほど。こうビガビガしてますよ、ね、音が聞こえてくるような。やりすぎたと思ってますなんか一番高い買い物といいますか、これ使ったなみたいなってありますか？趣味ではやっぱフィギュアで100万ぐらいのフィギュアとかも、僕基本的に買い物をするときは値段見ないようにしてるんですよ、はい、本当に好きになるときに高いからいいとか安いからダメとかじゃなくて、いいと思ったものをじゃあいくらなのっていう風にするようにしてて、あ、楽器とかもそうですね、今使ってる楽器とかもそうだったんですけど、はい、あ、楽器も、うん、今使ってるウッドベースとかもそれこそ外車 2,3 台買えるぐらいの値段なんですけど、とにかく音が良くて、はい、支払いもやっぱり、ね、結構な金額だけど、例えばそれで支払えなくなっちゃったら自分もそれまでだし、もうこの楽器を持つ資格がなかったんだろうなって思ったら諦めようと思って、まあでも不思議なもんで、そういう楽器を使ってるとそういう評判が広まってって、すごい楽器使ってるらしいみたいな。はあ。でまた仕事が来たりして、はい、楽器もかなりの数は持たれてる。エレキベースは10本ぐらい持つ時もあって、ウッドベースも3本ぐらい持ってたんですけど、今はもうウッドベースはそのメインの楽器1本だけで、はい、エレキベースも2本だけにしてます。あ、そうなんですか。日本とかにされた理由ってあるんですか？フィギュア置く場所なくなっちゃった。そういう理由やったんですか？それは事務所の方怒られますよ、それは。でも、まあ、真面目な話すると、その選択肢が多すぎると迷いが生じちゃうんですよね。あ、だったらそのこれっていうものを2本残しておいた方がいいなっていうのが、こだわりすぎててもあれかなって思うこともあるので、はい、そこは結構自分はちゃんと判断するようにしてますね。というのはどういった？このこだわりは意味がないなっていう、でも意味ないんだけど残したいなっていうこだわりと、意味ないから残さなくていいなっていうこだわりっていう、自分は結構厳密に分けるようにしてますね。例えばそのニーヤのアレンジとかも、ドラムパターンはそのニーヤのカーソル選択音で作ったりしてるんですよ、僕。そうやって気づかない人は気づかないんで、はい、でも気づいてくれたら嬉しいなっていう、はい、でも気づかなくてもいいよっていう感じ。先ほどの本当にシームレスみたいなことですか？仕事も楽しんでやった方がいいと思うので、はい、そういう遊びを入れるっていうのを常にやってますね。川村さんが携われたやつには結構、あ、結構仕掛けあると思いますよ。はぁ、うん。